くさんのことは望んでない、明日が早く来ないかなと思える明日を待ってる、どうしたらいいのかはよくわからない、ありのままの私を抱きしめてくれるあなたを待ってる。かなり乾燥してますね、喉が。あれなんですけど、今日は、皆さんお忙しいところお越しいただきまして、本当にありがとうございました。一部ね、最後ということで、盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本当に年に1回のこのボズミュージックのイベントなんで、私もね本当に楽しみにしてきました。
で皆さんにお会いできるのも楽しみにしてますし、ポズミュージックのミュージシャンとも本当にこの年に1回しか顔を合わさないというか、普段ねレッスンの時は、自分のレッスンの前と後ろの人しかすれ違わないんですけれども、ここはね1年に1回皆さんで顔を合わせて、できる本当にお祭りなので楽しみにしてきました。最後までお願いいたします。で、ウクレレといえばハワイですね。ハワイといえば虹、虹といえば太陽、太陽といえば月、ハワイのカウアイ島にあるハナレイ湾というところの月はとても綺麗で有名です。ハワイにはたくさんの綺麗な、景色を歌ったラブソングがたくさんあります。聴いてください。ハナレイムーン。You
少しはハワイの気分を味わえたでしょうか。ハワイアンはこれで終わりです。この1曲しかありません。そうウクレレ持ってね、クレーシンガーとして活動してるんですけれども、入ったのがね、ウクレレの音色が綺麗だなっていうので入って、もともとフォークソングとかいろいろそういう曲をカバーしてたので、ウクレレに音色に惹かれて、ちょっとこういうジャンルもいいなと思ってしてみたので、ハワイアンは、これから勉強ということで、今後1ライブ1ハワイアンでやっていこうかなと思っておりますので、また、次回のライブでまた新しいハワイアンに挑戦したいと思います。はい。で、私事なんですが、去年の、7月に、もうね1年が、来るんですけれども、私のオリジナルミニアルバムのリリースしまして、で、そうですね、その今日はですねシンプリズムっていうアルバムなんですけれども、そちらの受付にも置いてありますので、もしよろしければ皆さんね、最初に歌った、1曲目の明日の歌という曲も入っていますので、よろしければお手に取っていただければ嬉しいです。で、そのシンプリズムっていうのはですね、シンプル化っていうものなんですけれども、私がなんかいろいろこの年までね、この年というか生きてきましてアラフォーなんですけどね、言わなくても分かるかもしれませんが、いろんな経験をしてきまして、で、なんだろう、こう自分の中にこうなんていうの、いろいろこう背伸びをしたり、こう目指す素敵なアーティストのようになりたいなと思っていろいろ無理をしてきた自分がいたんですけれども、そういったものをすべてね、そういう心のなんていうんでしょう、こう、そういう理想とか、あと心の中にあるプライドとか世間体とか、そういったものをすべて剥ぎ取って、で、こうありのままの自分で、ありのままの、自分で、シンプルに物事を捉えて、考えていくのが一番いいんじゃないかなというところに最後ありついて、それで、その時に、ウクレレと出会ってって作った曲があるんですが、そういった曲を、集めたのがシンプリズムっていうアルバムなんですね。なんで、ちょっとそのアルバムをまた皆さんに聴いていただければ分かっていただけるかなとは思うんですけれども、次の曲は、そのアルバムにも入っている曲なんですけれども、私武蔵小山というところに、4年前ですかね、もう4年前になるんですが引っ越ししまして、で、そこに、いるとっても個性的な方が多いんで、そこにいる人たちを、なんて言うんでしょう、題材にして歌を作ってみました。で、もう4年も経ちましたからね、いろいろ様変わりをしたんですが、歌詞の1曲目に出てきますおばあちゃんとかは今はもうというか、もう1年ぐらい前から見かけなくなってしまいまして、ちょっと心配しているところなんですけれども、あとは、最後のね、全部これ実話なんですけれども、実在する方を題材にして作った歌なんですが、最後に出てくる隣に住んでいるやんちゃなお嬢さんはちょっと引っ越しをしまして、この半年間私平和な生活を送ってたんですが、次に引っ越してきた方がちょうど2週間前に引っ越しまして、とても朝早起きなんですね。で、朝早い時間から私の貴重な朝の時間を、バタバタと、起こされてしまっていますっていう、そういう状況に変わりましたので、また新しいムサコブルースが、題名言っちゃいましたけど、できればいいなと思っています。ではその、このアルバムを作ったきっかけとなりましたムサコブルースを聴いてください。手拍子なかったら、ね、嬉しいです。お願いします。おばあちゃんが道端で突っ立っている、パジャマ姿でこっちを見ている、何かをつぶやいている。ここは武蔵小山、おじいちゃんが捨ててこ姿で走っている。
Thank you.
「この一瞬の幸せを」「あ
派手な感じが、はい、あ、そうかな。ちょっと地味だったかなと思ったんですけど、いや、とんでもないです。なんか上着脱いだ時ちょっとドキッとしちゃって、あ、すいません、あれだったんですけど、ツル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 、ウクレレが滑っちゃって弾きにくかったんで、もういや、もうこの盛り上げの中入れるかどうか不安でしょ。いやいや、そんなことない。お疲れ様でした。あまり腕見せるなって母親に言われてるんです。なんでですか？二の腕もう見たくないとか言われて、そんな爆弾発言を今、ちょっと待って、男性の方も結構いらっしゃるんで、ちょっとね、ドキドキ。お疲れ様でした。もう相変わらず素敵なね、やっぱ皆さんがすごい楽しそうに笑顔でいたので、やっぱそれがすごい印象的です。お疲れ様です。さっきね、あの CD のお話もされててね、はい、あのよかった、ぜひ告知を。はい、はい、シンプリズムで、はい、7曲入りで、一応全てオリジナルで2000円になりますので。お、安い。でも大変お買い求めやすいんでなんですので、よろしければ。普段から2000円ですか？普段から2000円みたいな。あ、そうですね。特別価格とか。特別価格。うん、そうですね。漏れなくなんか。漏れなくじゃサインでも。お、はい、やった、はい、欲しい人。させていただきます。シートさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、そういえば、さっきちょっと聞いたんですけども、はい、スカパーに、あ、実は、はい、今日歌った歌が入ってるなんちゃって聞いちゃったんですけど、私ちょっとさっきね、あの名前をお伺いしたんですけど、すごい長いんですよね。そうです。読んでいいですか？はい、どうぞ。サイモン太郎のオラオラ小僧ユキヤのクールジャパンの卵っていうやつですね、はい、スカパー の529チャンネルの方にですね、はい、あのユキさんの曲が流れるっていう、はい、エンディングですかね、はい、各週で金曜日ってお伺いしたんですけども、はい、そうですね、はい、各週金曜日で、はい、挿入とエンディングで、うん、あの明日の一番最初に歌った明日の歌と、はい、最後に歌った心の
海に虹がかかるようにということを、はいはい、使っていただいてます。したいですよね。あ、じゃあ皆さんで、ね、ぜひぜひ聴いてください。はい、まあ、CD もね漏れなくサイン付きなんで、今日はね特別価格、特別価格ごめんなさい違いますね、サイン付きで、はい、サイン付きで、サイン付きですね。はい、でもどうでした久々マンダラ。いや、本当去年のワンマン以来なんですけれども、ね、はい、いや なんだろう、なんかいつもよりかは緊張はしなかったんですけど、皆さんあったかく迎え入れてくださったんで、はい、はい、すごく楽しかったです、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあもう一度ゆきこさんに大きな拍手をお願いします。はい、ますお疲れ様でした。あらあらお疲れ様でした。ありがとうございます。いっぱい来ましたねはい、足立ゆき子さんでした。お疲れ様でした。いやもう相変わらず素敵なね、やっぱこう なんですかね、ウクレレもそうですけど、やっぱみんなと楽しくっていうのをやっぱモチーフにされてるんだろうなっていうのがやっぱりすごく印象的でした。やっぱ第一部最後を飾る、はい、ライブだったと思います。一応ですね、これで第1部終了になります。まあ、少し休憩を挟みまして19時10分から、第2部のステージが始まります。第2部はエリネさん、カルさん、そしてルーズパンティのコラボ共演、そして前田雄太郎さん、そして東京クジラライダーズ5組のアーティストが出演いたします。まあ、かなり濃いアーティストになってます。もう最後までぜひお楽しみください。それでは、ダイムでまたお会いいたしましょう。